術を始めたのが小学校5年生ぐらいの時で、まあ、時間はかかるけどみんなで励まし合ってやったりとか。毎日がチートデイのゆうきです。今日のゲストは武術太極拳の上宮さんです。上宮さん、本日はよろしくお願いします。よろしくお願いします。上宮さんの情報が全然取得できなくてですね。よかったです。ただ1990年にアジア大会で出場されたっていうのは確認できたんですけれども、はい、具体的な経歴お伺いしてもよろしいですか。はい、武術を始めたのが小学校5年生ぐらいの時で、最初は日本人の先生に習っていて、よくあるんですけどジャッキー・チェンが好きだったので、それきっかけで始めて、私が中3の時に中国からプロの武術学校に入ってる中国人の先生を日本に呼んで、そこから競技選手として本格的にやり始めたっていう感じですね。で、まあ、90年のアジア大会は初めての国際大会出場だったんですけども、駆動五分の熱を出してしまって、倒れてしまったりとかいろいろあって散々な結果だったんですけど、まあ、そこからずっとこう本気でやり始めた感じですね。はい、やっぱジャッキーがドンピシャなんですね。そうなんです。もうその頃小学生の時ってなんか日曜ロードショーみたいなので毎週水金やったりとか、もうジャッキーチェーンがテレビで放送されてて、まあ、学校行くと次の日みんなで昨日見たみたいな感じで盛り上がるような時だったので、はい、何が一番好きですか、ジャッキーの。水拳、ね。あ、水拳ですか。はい、あ、やっぱ水拳ですよね。もうあの水拳のあのトレーニングシーンとか、ジャッキー・チェンのあのいたずらっぽいところとかもすごい好きで、はい、はい、それが一番印象に残ってますね。はい。あれ指で逆らすと本当できるんですか。いや、多分できるって、もう最初の方ってスタントを使ってないって言ってたので、多分できると思います。ジャッキー・チェン好きですか。いや、大好きです。もうヒーローです。そうですよね、ジャッキーちゃんかっこいいですね。かっこいいっすね。水拳の動きできます。いや、それはできません。あ、できないですか。、ね、はい、小学校の時はやってたんですけど、はい、ちょっと大人なので今は。すいません。すいません。なんか菜の葉ちゃんちょっとやってよって言ったら、はい、やっぱ胸椎のが柔らかくて、はい、なんかすごい。そうなんですよ、あの動きはね、本当、うん、もうちょっと若かったら。ああ、いえいえ、どんどん。武術をお仕事として考えられたことっていうのは何歳ぐらいの時なんですか。でも私が、武術をやって選手でやってた時は今のように武術太極拳という名前もなくて、それを仕事にしてる人もいない時代だったので、本当に先が見えなくてどうなるのかなって思いながら、ちょっとやっぱり私子供が好きなので子供を教えるのがすごく好きで、このまま子供を教えていきたいなっていうのが、まあ、あって、でそこから気づいたら今に至るみたいな感じなんですけど、当時はやっぱあれですかね、巷ではカンフーっていう呼び名で言われてたんですかね。そうですね、カンフーとかもう長拳っていう言葉は本当に全く呼ばれてなくて、学校とかでもやっぱり男子は北斗の拳やっていいんだろうみたいな感じとか、アチョアチョとか本当によくあるあるなんですけど、そういう感じだったので、なんか武術って言ってもみんなピンとこないっていう感じだった。なかなか説明するのも難しくて、で実際見たらわ結構すごいんだねみたいな感じなんですけど、太極拳だと思われたりとか、はい、なかなか説明するのが難しかったですね。そもそもどうして始められたんですか。なんか父が太極拳をやっていて、その頃長拳っていうのがまあなくて、子どもたちのそういう長拳教室を作りましょうっていうことで私も一緒に連れて行かれて、ジャッキーチェーンみたいな動きできるからっていうんで入ったんですけど、全く最初の頃そういうのなくて、柔軟から始まって。お父様はずっとやられてたんですかね。そうですね、太極拳はもう本当に健康のためにやっていたので、父が太極拳やってたの知らなかったです、子供の頃。ああ、そうなんですか。はい、あの太極拳っていうのは普通のというか、あ、はい、ゆっくりした二十何式とか。あ、そうです、そうです。はい、それを健康のためにやってたみたいなんですけど、子供の教室を作るっていうのも全く知らない時に父から実はこういうのあるんだよみたいなことを言われてたんですけど、なかなかまあピンとこなくて、でそういう時にジャッキーチェンみたいな動きできるから
って言って引っ張られていった感じですね。はい、メジャースポーツとかだと、もう私は勝手に危惧してるのは、はい、こう今なんとなくこう個性というか、うん、みんな同じようなプレーしてるなってのはすごい受けてて、はい、それって多分その正解がこう情報として拾えちゃうんですよね。はい、そうですね。我々の時代ってこう正解も分からず、うんうんうん、感覚でこうやってたんで、はい、こういうタイプこういうタイプってこう勝手に分かれてたんですけど、差別化が難しい時代なのかなって思うと、そうですね。なんか便利な時代でもあるし、いろいろこう情報もすぐに入ったりとか、いい時代でもあるんですけど、なんか個性がなくなるかなっていうのもありますよね。私も見てて、で指導する時もやっぱり昔とは違って言葉選んだりとか、はい、ね、本当に冗談で言ったつもりが確かに裏面に出ちゃったりとかして、あ、ちょっと昔の感覚ではやっぱり教えられなかったりしますよね、今のご時世。そうですよね、はい、話がなんか飛躍しちゃいますけど、はい、なんでなのかなって思いません？あまりにもその若い子たちとちょっと次元が違うような感じはあるじゃないですか、はい、いいとか悪いとかじゃなくて、はい、でもきっと今の若い子の親って、うん、まあ、私世代とか私よりちょっと下とか上とかあると思うんですけど、そうです、はい、そういう我々世代で育ててきたはずの、そうですよね、子供なのに、はい、なんでこんなにギャップがあるかっていうと、家庭以外の環境の力ってのがすごい大きいのかなって勝手に思っちゃうんですけどね。そうです、私もそれは本当に思うので、私なんか言ったら生徒たちはもう本当に自分の子供と同じ、私子供いないんですけど同じ世代の親なんですね。だけどなんか感覚がちょっと違ったりとかっていうのは感じてたりしますし、まあでもあれですかね、もうすごい速さで、私たちの時代携帯もケベルとか、はい、ピッチとかいう時代だったのが、もう本当にお財布になってて現金触らないとかいう子供もいたり、まあ、そういうのもあってなのかなって思いますけど、めっちゃ合理的ですよね。そうですね、義理人情みたいなのが、うん、知らないみたいな感じありません？ありますあります確かにありますよね。子供の方が結構大人だったりするので、自分が子供だった時のこととこう重ね合わせると、絶対今の子供たちの方が大人で、だけど自分がすごく一喜一憂してたし、もっとこう喜怒哀楽も激しかったし、うん、好奇心旺盛だったしと思うんですけど、今の子結構本当に大人なので、自分の方がなんか考え方が子供かなって思う時もあったり、なんか我々ってこういろんな経験を経て合理的になっていくと思うんですけど、はい、うん、今の子供っていきなり合理的じゃないですか。そうですね、そういうのは多分 TikTok とか、まあ、YouTube とか、はい、こう秒で捨てられる、自分に関係ないものを捨てる、はい、捨てる、だ僕なんか子供にはコマーシャル飛ばすなって言うんですよ。じゃないとその無駄にも発見があるから、っていうとまあすげえ怒りますけどねだそういうところなんでしょうね、だそういうのがこうスポーツの世界においても、まあ、無駄がないからみんな同じようなプレーになっちゃうのかなって、不安に思ってますけど。そうですね、なんかトレーニングにしてもいろんなトレーニングがあって、これをちょっとやるとすごく体柔らかくなるよとかって、もうすぐにそういうのが情報として入るじゃないですか。私たちの時代って本当に長くこう泣きながらとか努力しながら、あとみんなでこう励まし合いながらとかっていう長い時間をかけてやってきたものが、今はこう簡単に情報としてに入って試してみてやってみたりって、どっちがいいのかなって考えたりしますね。あ、じゃあこっちの方が手軽で簡単だからこれやったらいいかな、あでもこっちの方が時間はかかるけどみんなで励まし合ってやったりとか、時間をかける方が大事、この時間の方が大事なのかなって考えたりとか、結構指導する上で自分の中で葛藤しながらやったりしますね。今はどういったお仕事されてるんですか？今は子どもたちを教えるのがまあメインで、選手育成に携わったりしてます。お名刺にも書かれてますだけど、はい、さまざまな協会委員として、あそうですね、はい、全日本 の, ジュニアのヘッドコーチをしているので、ジュニアの方を育てていたり、あとは自分の所属する協会の生徒を育てたりとか、
あとお米屋さんでバイトしたりとか、いろいろお米屋さん、はい、あの武術の先輩のお店があって、そこでちょっと手伝ってって言われて、気づいたらもう5年ぐらいやってたりとか。あ、そうだ。はい、今武術で仕事されてる。そうですね、本当に武術がこうあって、でも武術だけだとやっぱり視野が狭くなってしまうので、ちょっといろんな資格を取るために中国語を勉強したりとか、スポーツ医学とか栄養プランナーとかの勉強もしたりとかしてるんですけど、全部武術のためになんですけど、いろんな経験も自分もしたいって思ってるので、もう本当にやりたいことをやってるって感じです。あ、はい、業界のセカンドキャリアっていうのはどういった形が多いんですかね。本当にそ人それぞれなんですけど、はい、私みたいにこう武術を軸にしてやれるっていうのはなかなか難しかったりするんですね。やっぱり特に男の人だったら就職しないといけないとかいうのもあると思うので、もう本当に人それぞれなんですけど、いや本当にアクションに進む人もいたりとか、道は昔よりは広くなってきたんじゃないかなとは思います。皆さんにお伝えしてるんですけれども、工業化できるんじゃないかなってすごい思ってまして、アイススケートみたいな。そうですね。めちゃめちゃ魅力的なのになってくれないかなって勝手に思ってます。ありがとうございます。多分みんな思ってる。本当にフィギュアスケートとか、ああいう形でやっていったら、いろんな人に知ってもらえる機会にもなりますし、仕事としてやっていく友達も出てきたりとか、目標にもなったりするので、ここはね、本当にみんなで目指しているところなんですけど、あとはオリンピックとか、ね、種目に何度かこう引っかかりそうになったんですけど、なかなか難しいですよね。だってこんなにたくさん世の中にスポーツがあって、みんなが目指してて、なんか結構運を信じる運命論者なので、何かのきっかけですごくこうスポットライトが当たったりとか、まあ、そういうのもあるので、いつか何かの形で武術がすごくみんなに知ってもらえたらいいなと思って、まあ、今の若い子たちみんな頑張って一生懸命やってるんですけど、私たち大人も頑張らないといけないなっていうのは思いますね。何歳ぐらいから始めたんですか？始めたのは高校入学のちょっと前ぐらいですね。あ、じゃあ高校に部活として？いや、ジムに通ってアマチュアに興味なかったんで、プロになると思って。すごいですね。いや、全然すごくないですよ。で、通ってって感じですけどね。で、引退したのは22、3だった気がする。それって早くないんですか？早いです、めっちゃ。ですよね。めっちゃ早いです、まあ、当時、最年少で18歳でプロになって、はい、すごい。で、ネタなんですけど、はい、僕3戦3KO負けなんですよ。まあ、自分でもびっくりしましたけど、まあ、こうスパーリングとかだとヘッドギアつけじゃないですか。で、グローブもちょっと大きめなんですよ。なんで倒されることまずなくて、でもそのグローブがちっちゃくて、ヘッドギアがない状態でパンチ受けた時っていうのはもうプロの世界しかわからないことなんで、まあ、受けた時にもう一発もらったら倒れるっていう体質というか、もう気絶しちゃうみたいな。そうそう、失神ですね、一発ガンと。怖い。でも僕のスタイルってファイターって言ってこう打ち合いを好むんですよね。はい、もう本当にこうインスファイトでこう攻めていくっていう。スパリングの時とかは別にこうなんか打たれてもこう気にしないというか、自分が打つから、はい、でも試合の時はもう打たれたら終わりっていう感じで、あ、この人強いって思ってちょっと怖いって思う時とかあるんですか、正直。試合の時は全くないですね。全然ないです。ただボクシング人生の中ではたった一度だけありました、パンチが強いって感じですかね。あの時は、まあ、よくボクシングやってると怖いのって聞かれるんですよ、はい、でも全く怖くないですって答えるんだけど、その人だけは噂に聞いてたんですけど、パンチが異常に強いと。でも僕より体重重い選手と何回も戦ってて、怖いと感じたことなかったんで、うっすってやります、普通にいっすと思ったら、ガードの上からガードしててもガンってこうハンマーで殴られたような感じがあって、でその時は本当怖くて、やべえって思いました。もう人間じゃないと思いました、本当に。正直それも、あ、だから KO、 いや KO はしてないです。ヘッドギアもつけてたんで、でもすごい揺れて、ボクシングリングの中
なので、すごく怖いんですよね、見てた。格闘技通信って知ってますか？はい、ちょっと昔、格闘技通信っていう本があって、よくそこに取り上げてもらってたんですよ。で、その時にキックボクシングをチケットもらって、見に行ってたりとかしたんですけど、もうキックボクシングの音、バスバスバスみたいな。もうあの音でもう、あの体の音なのみたいな。ね、顔とかもどんどん当たるし、なんでやるあのスポーツ選んだんだろうっていつも思ってましたね。でもやっぱ面白いですよね。やっぱ何が面白いってやっぱ駆け引きが面白いのかな、うん、なかなかこう目で見て避けることもありますけど、うん、完全に 目一本だと避けられないんで、うん、予測と、まあ、本能的な勘とか。でも目見ててもどこから来るとかっていうのは感覚なんです。予測と勘ですね。僕の場合はでも分かんない、目ちょっとは見ますけど、だって僕見てるとこって相手の目なんで、目を見て戦うんですよね。そうっす。でも2パターンあって、はい、グローブを見る人と目見る人って。そうなんですか。僕は目見て、はい、なんかやべえ浮きそうだなとか、うん、あちょっとひるんでんじゃねえかなとか、うーん、考えながら、結構考えながらやってますよね。やっぱすごいですね。頭もだから使うし、ボクシングってスポーツの中でも高度な。そうかもしれないですね。まあ減量もありますからね。そうですよね。え、何キロぐらいだった？私は9キロですね。あ、減量9キロも。で、引退しようって決めたのは、なんかフェードアウトみたいな感じなんですね、徐々に、はい、で、こう自分の恩師が辞めちゃって、はい、なんかこうジムとごたごたがあるんですよね、やっぱり。ジムがあって、まあ割と経営者寄りなんで、はい、でもまあ先生ってもう完全にこっち側の選手側なんで、でプロってめちゃめちゃお金もらえないんですよ。え、持っていかれちゃうんですか？いや、持ってかれるっていう、そもそもお金がそんなにもらえないです。そうなんですか。はい、で 33% はジムって言われてるんですけど、多分なんかあったんでしょうね。なんかこうチケットが売れない選手とか、多分先輩がいて、売れてないのになんか選手にお金与えないような状態にしちゃったのかな、わかんないけど、で揉めたのかしんないですけど、で辞めるって言い出して、うん、じゃあそこから指導者にっていうのはないですね。だってもうその当時だって20歳ぐらいですから僕、はい、20歳ぐらいだとなんか人がもしが変わるとかだと、例えばまあ会社の上司でもいいんですけど、はい、次のやつ敵っぽく見えません？若い時そうですね。でまさにドンピシャで僕そういう時代で、社会性がなかったんで。でも、まあ、私もそうでした。まあ、そういう若者いたらね、今だって怒ると思うんですけど、いや環境のせいにするな、お前自身がどう思うかだろうって多分そうでそれでちょっとモチベーション落ちて、でも他の先生でもやっぱりムカつきながらも、やっぱちょっと1試合だけはちょっとやっぱりこの先生悪いからやろうと思って、でやって最後見事に負けたみたいな。たもたもチャレンジというコーナーがございまして、はい、ご存知でしょうか？はい、あの二宮さんからいろいろ聞いて、はい、風の噂で練習をされたという話を聞きました。はい、めちゃくちゃ練習しました。はい、じゃあ、説明不要ですね。はい、大丈夫です。はい、私に勝ちますと、こちらのスクイーズボトルカバー。はい、スクイーズボトルでもお使いになられませんよ。いやいやいや、使います。はい、使います？スクイーズボトル。本当ですか？本当です。私は、ジム行ったりも してるので、はい。本性に優れますので。はい。ありがとうございます。使わなければ、猫とか。あ、はい、入りますんで。うん、入りますか？入ります。はい、わかりました。はい。はい、では、たまたまチャレンジ、どうぞ。はい。たまたまゼロ。私いや、いいです、いいですよ。たまたま1。たまたま2。すいません。たまたま0。あ、たまたま0。あー参りました。はい、連勝記録が、ね、すごい。ありがとうございます。ありがとうございます。おー、緊張した。何言ってるか分からなかったじゃない。強かった、ね。この番組はですね、ゲストの方が次のゲストをご紹介していただくテレフォンショッキング形式を設けております。はい、
神谷さんにも次のゲストをご紹介いただきたいんですが、どなたかおられますでしょうか。私の生徒なんですけども、ジュニアでずっと活躍して、あの今術で世界チャンピオンにもなった中村理香を紹介したいです。見ました。え、本当ですか。あ、神谷さん調べた時に出てきた、はい、あ、本当ですか。ああ、え、お顔似てないですか。え、全然全然似てない。あれ、じゃあ違うの。いや、でも結構いろんなところにいるかもしれない、はい、あ、分かりました、はい、あの私の生徒なんですけど、あのこの間シニアデビューしたんです。だから木田選手とか、はい、新田選手、森選手たちが今シニアで活躍してるんですけど、あのその仲間入りをしたばっかり、はい、ちょっと楽しみです。めちゃくちゃ明るくて、本当に SNS とかも全部彼女に聞いたりとか私が全然できないので、はい、楽しみです、はい、ありがとうございます、はい、では神谷さん本日ありがとうございました。ありがとうございました。